ラ君、はい、パズル好きかい？まあ好きかな、うん、このゲーム、もうこのゲームというかね、これパズルなんだよ。パズルだね、うん、タイトルがね、リバークロッシングマッドファミリーと。はあ、なんだ、狂った家族が川を渡るんです、ね、うん、その通りだよ。ああ、英語できるね。褒めて褒めて。問題、これね、はい、ある家族が船で川を渡ろうとしていると。ほうほう。家族は父、母、長男、次男、長女、次女、メイド、犬、はあ、で8人ね。ほうほう。で、船1艘しかないけど、一度に2人前乗ることができると。はいはい。また、船を漕げるのは父、母、メイドの大人3人ね。うん、うん、ただし、この家族、実はとても危険な家族なんですよ。はいはい。まず、父は母が近くにないと、娘たちをいじめてしまう。ほう。また、母は父が近くにないと、息子たちをいじめてしまう。かっこ意味深。そして、そして犬が、は、うん、メイドが近くにないと、家族全員に襲いかかってしまうのである。うん。何、メイドにしかなついてないの？さて、全員が無事に川を渡り切るには、どうすればよいだろうか。もう、こんな家族も解散だ。渡ったっていい。お幸せになれない、そんなの。だいぶ大所帯だな。遊び方。うん。あ、まあ、これは、まあまあ、さっきちょっとやったけど、あれなんで。普通にただこう乗っけるたりするね。うん、ってことなんですよ。で、どうやっていけば全員は違うの渡せられるかと。うんうん。どうしようか。消去法で行くべき、これは。まあ、どうだろう。待って。息子2人でしょ。うんうん、娘2人でしょ、うん、だからこう父と息子オッケーを乗せたりするのはすると、この子は母親にいじめられちゃうから、そうだね、このパターンは良くないんだよ。誰か1人ぐらい犠牲になってもらう必要がなあるのでは。なるほど。ダメだ。ダメだ。ダメだ。違う違う。まず犬とメイドじゃね。なるほどね。確かにその通りだ。最初危険だね。うん、うん、でいいよね。いいと思うよ。あ、行った。で、うん、犬は置いて。あ、待てよ。あ、でも待てよ。これってさ、船が帰ってこれないじゃん。もう一回メイド乗せんじゃん。そう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 。そういうことか。帰ってきて。だけど、メイド、あ、そっか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 。ってことは、メイド、待って、むずやばい。こういう、このパズル初めてだわ。だからわからん。本当。まずさ、どうすかな。ってことはさ、向こうに家族一匹残したっけさ、こいつ押しかかんだよ。食われるね。絶対この二人は残しとかないとかね。え、これ無理だね。あ、でも大人、あ、でも大人一人持ってっちゃダメなのか。でも子供一人持ってってもダメなのか。そうなんだ。あ、子供一人も、あ、大丈夫？もう帰る？うんうん。で、はいはいはい、持ってくじゃん。うん。で、こうする？もうこうするよね。で、じゃあ大人二人乗せるとか試しに。大人二人で、メイドを届ける。メイドを届ける。メイドを届ける。あ、うん、いや、ダメダメ。父親が、そう、え、どっちか大人、あ、でもダメなのか、それ。そう、こうしちゃうと、お母さんが息子たちを、意味深に、うん、その、いじめちゃうから、いじめちゃうから、逆もしかりさ。じゃあ、子供はダメ？子供とこれ行くと、メイドで、うん、そうすると犬が襲うんだよ、多分。あ、待てよ、ここまでいいのか、別に。あ、で、ここまでいい、メイドと犬、メイドと犬戻して、メイドと犬帰ってこれいいじゃん。なるほど！これで一匹は。残っ、一匹じゃねえ、一人残った。そうそうそう。うんうん。まあ、あとは、と、ちょっとうまく。あ、あともう片方の、片割れ。片割れというのは、こっちかな。待って、こっちかな。これと、これを連れていく。あ、でも犬いる。大丈夫。あ、そっかそっか、犬ダメか。ババン。ババン、ババンしちゃうから。であれば、もうこの二人行っちゃうか。そうだね。いけいけ。いけるよね、これきっと。いけいける。いける。あ、で、お母さん買ってこよう。そうね。うんうん。オッケーオッケーオッケー。いいよ。住んでる。で、お母さんと、息子、あ、父親いないと、あ、こっちの段階でもいじめられちゃうか。そうだね。バッドエンドだ。そうだね。あー、めんどくさーい。さあ、次ですね。こ、ってなるとさ、これでもいいんじゃない？うん、そう。あ、ダメだ。あ、ダメだ。お母さんいじめちゃう。意味深にいじめちゃうから。だから、一回、パパと、お母さんと、そうそうそう、ママで、あ、行っといて。戻せばいいんだ。うん、大丈夫これ。大丈夫か。大丈夫。パパ行こう。パパだけ戻ればいい。いいじゃん！いいね。あ、これもうクリアじゃない？いいよいいよ。富士冴えてんな。こうして、もう帰りをいじめる。でも、帰りが大変だ。行ってもいいけど。いいよね、まずは。うん、まあ、まず行っていいんだけど。あ、そっか。あ、ダメだこれ。どうする？あ、母さん持ってけばいいんじゃん。母さん、息子、いや、ダメだ。だって母さんを連れてたパパが娘たちを意味深にまた。いや、だから、父ちゃんも一緒に持ってけばいい。
これでいじめる因子をなくす。なるほど。で、母ちゃん、父さんとパパ、この二人。うん。あとこれで行っちゃうとパパが意味深に娘たちを、いやだから一回また父ちゃんも帰って母ちゃん一緒に持っていけばいいんじゃない？いやもう行った段階になっちゃうよきっと。え、そう？うん、一回も行ってダメ？多分バッドエンドだと思うなこれ。ほら。あ、そっか。うん。メイドと行って母さん連れて帰ってきたら。うん。あ、メイドと、そうだね、犬を、そうそう、届けてママがこのボート。大丈夫ね。そうそう、ない。オッケー。さあ、ここから。ママがいる。あ、ママがいるんだったら、これもいける。お、やった。これで、ママ届ける。うん。で、パパ戻ってくる。はい、あ。で、大丈夫ね。うん。オッケー。終わった。大丈夫かな？大丈夫。あと、ほら。あと、こうやって。うん。どっちからかね。で、次男から。次男から。お前、長男だろ。我慢するんだ。お腹すいてひもじいよ。実は、お前は。怖い、ダメ。で、最後は、ダメ。だからメイドで返す。メイドと犬で持ってって、一回移動して。と犬を連れていくと。で、犬を置いて。あ、そっか。そう。ラヒすげえ、俺そこまで分かんなかった。いや。分かる、大丈夫。分かんないよ。あ、すごい。で、最後は犬連れ帰って OK。はい、ただいま。と思ったか。いじめないであげて。オッケー、できた。やったー。おー、できた。楽しかった。あー、結構頭使ったね。うん。けど、この先のこの家族、はい、うまくいく気がしません。いや、そうだよな。誰が一人かけたら、大人一人かけたら大変なことになるからな。ということで、我々手番は17手でクリアしましたね。もっと短い手があるのかね。ねえ、うん。いや、ということで皆さんぜひとも挑戦してみてください。はい、こういうタイプで。すごい綺麗に終わったね。やあみんな、僕は目玉の怪獣メダマン。いや最近ね、目が乾燥するんだよ。なぜかって僕にはまぶたがないからね。そんなことよりも、この動画を面白いと思ってくれた方は左上のチャンネル登録ボタンをクリックだ。スマートフォンから見てる方々は下の説明文のチャンネル登録と書いてあるところを押してくれ。おいメダマン、この前はよくもやってくれたな。ん？お前は我が生みの親ではないか。今日はな、仕返しにやってきたんだよ。何？仕返しだかなんだか知らんけどな、私をどうするつもりだね。こうするんだよ。いった。入って。これ本当にいけんな。